アリゲーターの仲間も増えたねって。そう、あ、そうなのよ。そう、アリゲーター、大西がね所属している芸能事務所アリゲーターに新たな仲間が加わってくださりました。そう、渡辺ミリアさん。大西はまだお会いしたことがないんですけど、そう、その話をね昨日薄井さんとしてたのよ。昨日ね、あのアリゲーターの事務所でアリゲーターの公式 YouTube で生配信しててんけどね、あの朗読劇の裏、あの何、そう振り返り配信出て、アリゲーターのスタッフさんからもし聞いてないのよ名前をそう、誰所属するんですかっていうのをスタッフさんから聞いてなくて、なんかチラッと新しい子入るよっていうのを聞いてて、あ、そうなんですねって言って、でそれをさらっと聞いたちょっと後に、まあ、なんかイベントがあった時があってね、その時のスタッフさんがメイクさんと話してらっしゃって、でそのメイクさんが大西のとこ来た時に、あ、大西ちゃんの事務所に新しい子入るんだねって言って、え？みたいな、あ、なんで知ってるんですかって、あ、さっきあそこのスタッフさんが言ってたよって言って、ん？そう、え、あ、誰が入るって言ってましたって言った、あの元乃木坂さんの渡辺ミリアさんって人をして、えってなって、あ、もしかしたら私これ聞いちゃいけなかったパターンのやつかもしれませんって言って、え、マジってなって、あ、大丈夫です大丈夫、もう聞かなかったことにしておくんでみたいな言ったの最初で、私一旦忘れようと思って一旦忘れることにしてんけど、後々あのそのメイクさんと話してて、その話を教えてくださったスタッフさんが来て、あ、そういえばみたいな、今度アリゲーターに渡辺ミリアちゃん入るよって書いて、え、あ、そうなんですかって言って、これはもう聞けなかったことにできない大西ってなって、あ、そうなんですねって、さすがにこう2回もしっかり聞いちゃうと、もうそう、あってなってで昨日その配信終わって、あれ大西ちゃんってみたいな、あの明日の発表のやつさって言って、もうそろそろ言った方がいいかなと思ってたんだけど、あれもしかして知ってるって言われてあすいませんみたいな、ちょっと聞いててみたいな、しかも他のね現場でも、あ、今度はアリゲーターに入るよねみたいな、そっちが現場からそう聞くことが多くて、大西、あ、はぁーみたいな、そうだから何回か違う現場で他にも聞いたから、あ、ちょっと いろんな現場でちょっと耳にしまして、ってそう、あ、そうなんやって思ってそんな感じで、まあね、そんなこんなで2人だった所属事務所タレントが2人だったアリゲーターが3人に、なんと3人になりました。本当にありがたいです、もう安心安心でございます、ほっとしております。もう少しで4月ですからね、3人プラススタッフさんといいスタートダッシュを切れるように頑張りたい。